こんにちは、丸さんです。いつもはですね、山中湖情報創造館の本をこうテーマごとに3、4冊ぐらい、紹介してるんですが、こうやって時々ですね、本屋さんとかコンビニの雑誌コーナーとかでなんかこう気になってつい手に取って買ってしまった雑誌を紹介したいと思っています。今日紹介するのはこれ、外言ですね。ただちょっと違うのは別冊外言です。合本、観光以上移住未満、関係人口入門2019年度版。人気の2冊が1冊にいたから、人気があった2冊があって、それを1冊合本したというやつですね。まずこの関係人口というキーワードです。知ってます？関係人口ね、一時交流人口みたいな言い方をしたことがあったんですけど、その言葉ももちろんあるのかなと思うんですが、今関係人口という言い方をすることが多いかなと思います。いわゆる、観光振興ってのありますよね。外からお客さんに来てもらって、平たい話が地元にお金を落としてもらう、経済効果を促すみたいなのが、観光です。それから、移住っていうとね、本当にもう引っ越してきちゃうっていうぐらい、ある意味覚悟が必要な話で、その地元に仕事があるかとかね、仕事を作るかとか、そんなことも含めてなんですけど、どうしてもその観光よりももっと地域に、関わりたい、でも移住するほどではない、逆にその移住しないがゆえに見えてくる地域の課題とか解決方法とかあるみたいなことが書かれているものです。中身を見てみますとですね、結構個人名が多いんですよね、これね。今回のこの、別冊外言を目次を見るといきなり個人名がドロドロ出てくるので、ちょっと読み上げにくいな、読み上げにくい。関係人口入門ということで、観光以上移住未満第3の人口ということで、どうしても今後日本がどうしても少子高齢化で日本人の人口そのものが減っていく、そんな中で移住となるとね、やっぱりこうどの自治体の取り合いみたいになってしまうところがあって、いわゆるゼロサムじゃ、サムじゃないんだよね、ゼロじゃないんだよな、マイナスサムなんだよな、基本的にマイナスサムなんだけど、移住だけではない、逆にその関わることによって、なんていうのかな、延べ数みたいなものが増えるような感じに近いかな、ちょっと正しくないかもしれないけど、そんな感じで、関係人口ですよね。移住定住ではない、観光でもない。で、それぞれ地域に、こんな面白い人たち、あるいは面白い仲間たちといったらいいですかね、グループというか、そういう人たちがいて、そういうところにこう観光よりももっとこう名前とか顔を覚えてもらうような関係、匿名じゃないね、だからそういった形で地域に関わる。で、また行くと「ただいま」なんて言ったらっていうか「お帰り」とか迎えてくれるような場所。仕事としてはね、もちろんそのいわゆるインターネットを使ってテレワークとかできる仕事が比較的やりやすいのかなっていうのもあるんですけど、それだけではなくて、いろいろやっぱり地域にこう面白い人たちが集まるカフェがあるとかお店があるとか、やっぱりそんなところがポイントになるかな。観光って、僕はそんなに観光をどうこう語るような人間ではないんですけど、いわゆるその地名で訪ねる観光があって、例えば、軽井沢に行くとか熱海に行くとかですね、そういった地名で行く観光、それと、あそこに泊まりたい、あの店に行きたいっていう、このお店で選ぶ、あるいはその宿泊施設で選ぶ、宿で選ぶ、そういった観光に移り、さらにそこから先にあの町に住んでるあの店のあのオーナーに会いたいとかね、人に会いたい、あの人とオーナーにもう一回会いに行きたいみたいな、そんな風に観光って実はちょっと段階があったりとかします。そのいわゆるリピーターになっていくっていうのは、その地元にね、楽しそうな人がいるかどうかっていうのは大きなポイントなんですけど、そんな形で関わっていきながら、わあ、またよく来たねみたいなね、言っちゃうとね、今言ってて思い出したな、自分の田舎を作るみたいな感じに近いかもしれない、この関係人口って。
ただどうしても従来の田舎っていうと親戚がいる、おばあちゃんおじいちゃんが住んでるみたいな、どうしても血縁的なところの田舎っていうのが多いんだけども、自分でこう決められる、自分で決めるふるさとっていうのかな、その地縁、地縁というか、血縁ではない、ふるさとを見つけるみたいなところですね。それがこの関係人口のある意味本質的なところにあるのかなっていうのを今見てて思いました。なのでそういう意味で言うと、自分で決めるふるさとを作る、自分のふるさとを自分で決めるみたいなところで、この関係人口づくりなんかヒントがあるような気がします。別冊外こと2019年度版、別冊外こと合本観光以上移住未満2019年度版関係人口入門、人気の2冊が1冊目、1620円税込みです。おすすめ。富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。